はい、皆さんこんにちは。今回ですね、この、限界姉ちゃんですね、限界ばあさんならぬ限界姉ちゃんの艦隊でですね、星5制限、星5以下の制限の、こちらですね、ほむみですね、かなり言いにくい名前ですけど、ほむみですね、こちらをね、あの限界姉ちゃんの艦隊、はい、フレンドにもね、このように、限界姉ちゃんを選んでね、完全にこう限界姉ちゃんの艦隊で、攻略してみようという動画でございます。はい、一応下調べっていうのはしていたんですが、まあ、シールドがね、あのダメージオールを貼ってくるということなんですけど、まあ限界はダメージオール対応してないので、シールドをバンバン壊しに行きます。はい、まずは、はい、このようにね、シールドを狙っていきます。はい、一発で壊れますね。で、これ一応ね、あの、究極の方は初見なんですよ、初見。なんで、あの、シールドがね、あの、結構、二つもあったのかというね、ちょっとビビってしまったんですが、最初からね、初っ端からちょっとビビってしまったんですが、はい、なんとかね、あの、立ち回って、はい、このようにね、あの、シールドをぶっ壊していきます。はい。ちなみにこれは後付け実況なんで、リアルタイムでプレイしてるわけではないです。はい、その点ご了承ください。ちょっと熱いね、熱いということで、シールドをね、壊しつつ、ボスにダメージを、与えていくという感じで、いきたいと思います。まあ、いきたいと思いますっていうか言ってるんですけどね。はい、はい、こんな感じでもうちょっとダメージオールのね、ダメージをちょっと覚悟しつつも、とにかくもうシールドをぶっ壊しに行くという感じで、行っておりますね。立ち回っております。はい、でまあ限界ね、あのこの前の、このキャラクターはちなみにこの前の幽遊白書コラボの、星4のキャラクターですね。浦西祐介の、師匠である限界ばあさんですね。はい、そちらがまああの若返ってる時の、まあ、姿ですね。あの霊力っていうのがね、あの最大限に高まると、その霊力を使える人間がね、あの一時的に、最盛期っていうんですかね、一番強かった時期に若返るという設定なんで、その時の若い時の限界ですね。はい、でここでダイハートが取れて、よかったと、ひとまず安心だなということで、第一ステージは突破してできそうだなというね、安心感が、はい、このようにね、はい、シールドはね、あの縦か横かどっちかにしか、ダメージオールを貼らないので、どっちかのシールドをぶっ壊してしまえばどっちかには動けると、縦か横にかね。うん、はい、そしてここでシールドをちょっと、壊すのをちょっとミスってしまったっていうね。まあこれだけ、まあ、雑魚が、はい、倒せたんでね。はい、でまあここで隙間を狙ってシールドを狙いに行くんですが、入れ歯してしまって、熱いって感じですね。あそこね、隙間に入ってカンカンして、あのシールドをぶっ壊す予定だったんですけどね。なかなかうまくいかずに、はい、これもちょっと入れ歯して、こんな感じに熱い、ちょっとお尻が焼けちゃったみたいな感じになってます。そして次で、シールドを壊しに行くのかな。うん、はい、シールドを壊すのかな。はい、ちょっと熱いっていうね。まあ本当にこうちょっと趣のある、ちょっとね、味のある動画を作りたかったんで、映像の前々から言ってましたけど、音がどうしても録画しながらだと音がずれて、ゲージちょっとミスりまくると。というわけで、プレイ動画が全然上げれないっていう風にね、前から悩んでいたんですが、はい、なんとかね、対策というか、ちょっと思いついたんで、はい、やっております。で、ここでちょっとピンチなんですが、金ハートを取りたいなと思いつつも、どうやればいいのかということで、とりあえずワープに入ってもう、かけるしかないと。ということで、突っ込んだ結果、はい、取れましたね。金ハート。取れました。なんとか取れました。危ない。本当にね。はい、危なかったです。なんとか取れて危ない。そして、
ここで、まあ、ちょっと余裕ができたんで、まあ、適当にね、あの、横勘で、はい。で、玄界のね、友情フォームが爆発なんですけど、その爆発が、シールドに当たるだけで、シールド壊れちゃうんでね、はい。なんで、かなり、まあ、融通が効くというか、まあ、かなり壊しやすいですね、うん、シールドは。そして、ここで全員のストライクショットが溜まります。はい、そして打ちます。霊光共犯章、霊光共犯章、ボーン。これかなりかっこいいですよね。霊光共犯章はね、なんだっけ、暗黒武術界一番人気があった部分ですね。幽遊白書で一番人気があった部分の、この限界お姉ちゃんの方で、出てきて、一回だけ使った技ですね。はい。それめっちゃかっこいいですよね。うん。そして、ボス戦ですが、これも早速ですね、霊光共犯章を、シールドまとめて撃ちます。はい。霊光共犯章、ボーン、ワンパンでございます。めっちゃかっこいいですよね、本当に。なんか、幽遊白書のキャラクター、コラボのキャラクターのさ、なんかストライクショットってすごい、みんなかっこよくないですか。みんなかっこいいですよね。レイガンもなんかすごい、壁に反射してズドーンって当たる感じで、ヒエイは、黒竜派ですね。黒竜派。印刷黒竜派ってやつで、めっちゃかっこいいですよね。みんなかっこいいですよね。なんか、幽遊白書の、コラボのキャラクターのストライクショットはね。で、まあ、今回ね、このように、限界お姉ちゃんがね、ラク90がもう揃っちゃってっていうね、状態なんで、これでやってみようかというね、感じでございます。はい、ここでも、また、ぶっ放します。霊光共犯章、はーい、めっちゃ強い。かっこいいですね。で、まあ、これ一応、まあ、最初に見ましたが、これ初見ですね。初見。一応、極みの方は一応、先に済ませてあるんですが、究極の方は初見です。はい。で、ここでちょっと、このターンをね、ちょっと調整しようかと思ったんですが、ここでちょっと失敗しちゃうんですよね。はい、こんな感じで、当たっちゃうんです。はい、当たってしまって、次ね、初手で打てなくなってしまったというね、ちょっと事態が発生してしまったんですよね。ここで、ターンが調整できてたら、もうここで終わってるんですけど、ね、ちょっと失敗しちゃったんで、しょうがないなっていう感じですね。はい。そして、次の、フレンドかな、フレンドの限界が来るまで、ちょっと、なんとか耐え忍ぶという感じでございますね。本当に、限界でもね、限界姉ちゃんやっぱ強いっすよ。シールドブレイカーっていうのもあるけど、霊光共犯章すっごい強い。かっこいいっすよね。星4の、キャラクターとは思えない。本当に。ね。まあ、ウランチユースケの師匠っていうのもあるしね。そしてここで霊光共犯章を打とうかなと思ったんですが、レーザーバリアが貼ってありますよね。なんで、もしかしたら、レーザーバリアに引っかかるんじゃないかと思って、打たなかったんですよ。あえて。ね。で、もう一ターン、こう、位置取りができたんで、もう一ターン、待とうということでやったんですが、これ、熱いということで、やばい。これ、かなりちょっとやばいことになってますね。そして、次のターンぐらいで、上の大ハートを取りたいなという感じで、ちょっと悩んでるんですが、上の靴を取りつつも、こう、ワープに入ってどうしようかなとか、上の靴を取って大ハートを取りに行くというね、決断をしました。ここでね。はい。そして、はい、成功しました。成功はするんですが、はい、スピードアップに乗っちゃって、このようにね、焼け焦げてしまいました。はい、そしてやられてしまいました。しかし、
はい、これです。これ、ゼロオーブコンティニュー。なんとね、霊力の力でね、蘇ったって感じですよね。はい、そして霊国魔装でとどめ。ドーンと。はい、というわけでございました。はい、まあ、というわけで、まあ、実質、うん、コンティニューね、しちゃったけど、まあ、ゼロコンティニューの奇跡が出たんでね、まあ、良かったかなと思います。はい。というわけで、こんな感じで、ちょっとね、趣のある、ネタ的な動画でしたけど、ホムミですね。星5制限のホムミを、限界姉ちゃんの艦隊でクリアしてみたという動画でございました。まあ本当にかっこいいですね。霊光共犯賞はね。ていうか、誘白のね、さっきも言いましたけど、誘白のキャラクター、本当みんな、スタグショットは本当かっこいいですよね。というわけで、まあ、こんな感じで、まあ、クリアはできたという感じでございました。はい。最後はね、霊力を使って、ゼロオブコンティニューを、召喚しました。はい。というわけで、まあ、こんな感じで、終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。またねー。